の就活アプリをに登録して、そこからシグマクシスからメッセージをいただいたのが、あの選考を受けるきっかけになりました。おそらく聞き手としてどのような反応を示すかという、まあ、コミュニケーション力を中心に、まあ、見られていたと思いまして、特にこのシグマクシスでは受ける、学生の人柄というところもより重視されていると思います。就活会議。こんにちは、就活会議の岡崎美久です。今回はですね、内定者インタビューということでございまして、シグマクシスに内定いたしました山川さんにいろいろとお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京大学大学院修士2年の山川と申します。大学院では主に理系の研究を行っております。また学生時代は体育会の陸上部に所属して部活動中心の学生生活を送っておりました。本日はよろしくお願いします。ということで今回ですね、あのシグマクシスさんの受験理由もちょっと合わせてお伺いしていこうかなと思うんですけれども、まあ、そもそも結構あの修士課程で研究職進む方も多いと思うんですけれども、なんで就職のこう道を選んだのかみたいなところも合わせて聞きたいなと思うんですけど、元々研究職というものに、まあ、強い憧れを持って大学院には進学しました。ただ自分が研究している、まあ、内容というのが社会の中で還元されるまで、時間がかかるというところをが少しあの気になっておりました。ただそこで就職活動も、社会勉強の一環として最初行った時に、私はおそらく広い業界に社会貢献ができるような働き方をしたいなと思い、主にコンサルティング企業を中心に最初は、はい、見ておりました。自分の、まあ、研究に関係するような業界というのにも、まあ、ちょっと目を向けてはみたんですけど、コンサルティング業界の社員説明会等にも参加した時に、幅広くより多角的な面でお客様の社会課題や経営課題解決に携われるのがすごい魅力的だなと思って。じゃあ、あのシグマクシスに実際にご自身が経験された専攻ってどんな感じのプロを踏んで行かれました？もともとこのシグマクシスを受けたきっかけというのが、ラボベースや、まあ、オファーボックス、まあ、外資就活といった企業のスカウトメッセージが来るようなあの就活アプリをに登録して、そこからシグマクシスからメッセージをいただいたのが、あの選考を受けるきっかけになりました。その後はまずエントリーシートを記入して、まあ、そこから論理思考アセスメントという、まあ、ちょっとコンサルで、まあ、見られるようなウェブテストを受けました。その後に社員の方から、個別相談会というものに招待をいただいたので、そこで会社のことについて理解を深めて、その後、まあ、人事面接と最終の役員面接を受けて内定をいただきました。細かくフローのところを伺いしていきたいなと思うんですけれども、最初の面接1回目の人事面接はどんな質問が来たかとか、印象的に残ってるものとかってありますか？人事面接は面接と言いながらも、基本的には面接官の方のお話をひたすら聞くという時間になりました。面接の前にシグマクシスではお題を出されて、そのお題をマイページ上であなたはどのような考えかというエッセイを書く課題が出されておりまして、でそのエッセイの回答内容をもとに面接が進められるという形でした。面接官の方は私が書いたエッセイに沿って、自分のこれまでのコンサルタントとしての働き方でしたり、あとはまあシグマクシスの強みや魅力といったことをお話ししてくださりました。聞き手として、はい、見られている中で私自身のその反応というものを、はい、評価されていたと思います。なんかどんな点が評価ポイントだったかなとかあります？企業理念についてお話ししているときに、そこにまあ共感するような反応を示したことが大きく評価されたかなと考えております。で最後に役員面接があったとお話ありましたけれども、はい、そちらではどんな質問内容だったりとか、はい、どんな話の聞き方が。役員面接に入った後に、役員面接はかなり意思確認程度の感覚で行うというようなお話をいただきました。進め方としても、最初の一次面接と同じように、役員の方がこれまでの自分のコンサルタントとしてのお話でしたり、あとはシグマクシスの強みについてお話をしていただいたので、そこに反応を示すような流れになりました。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題。その数なんと13万社以上。しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。ってなると、結構フローをこう進めていく中で、ご自身の中で結構鬼門だなって思った瞬間とかって、どのフローになってきますかね？はい、基本的に一次面接と最終面接が面接官の方のお話を聞くということが中心でしたので、あまり鬼門と呼べるところは自分の中では実感としてはなかったです。ただおそらく聞き手としてどのような反応を示すかという、まあ、コミュニケーション力を中心に、まあ、見られていたと思いまして、そこで会社の、まあ、理念に、まあ、どのように共感できるのか、自分自身がどういった価値観で
企業を選ぶのかといったところで反応する上で示したことが評価につながったかなと思います。その私自身初対面の方とコミュニケーションするのが実は結構好きでして、そういったところで面接官の方も、面接の雰囲気って厳かな時と硬くない時あると思うんですけど、かなり柔らかいような雰囲気で進んでいたので、そこに、うまく自分の、コミュニケーション能力を活かせたのかなと思います。質問会 と、2回の面接すべてで柔らかい雰囲気で進みました。面接の中にきっと逆質問あったかと思うんですけれども、するといいこう逆質問とか自分の中でこれ良かったなって思った逆質問ってありました？逆質問で意識したのは、主に2つありまして、1つ目が社風や、会社の理念といった、会社の価値観についての質問を意識して準備しました。でもう一つが自分がコンサルタントとして、どのように働きたいのか、これは、社風とかにも関係すると思うんですけど、その自分の働き方やどういうコンサルタントになりたいのかということを最初に出して、それがそのシグマクシスではそういうコンサルタントになるのに挑戦できる環境かというのを聞くように、意識しました。同業界の他の企業とかのこう違いって、このシグマクシスならではのこう違いって今川さん自身が感じた部分とかってありました？選考の中でそのシグマクシスと、他のコンサルティングファームの大きな違いですと、まず挙げられるのがクライアントの方の、事業にかなりコミットして仕事を進められるというところが一つ魅力的かなと思います。結構コンサルティングファームを私自身、企業研究で調べていく中でかなりその、提案でが中心になって、実行まで十分に支援できないような企業とかも、中には見られましたし、私自身もできればその、クライアントの方と同じ船に乗るといいますか、しっかりと事業の実行まで支援をしていきたいというふうに考えていたので、そういった意味でシグマクシスは事業の実行まで携わったりですとか、あとはクライアントの方とかに、投資することも、行っておりまして、ただお金をいただいて提案するだけではなくてクライアントの方と寄り添うような支援がすごい魅力的でした。もう一つその魅力と言いますと、シグマクシスのアグリゲーションという理念があるんですけど、それは異なる強みを持つステークホルダー同士が掛け合わせて新しい事業ですとか社会に価値を還元しようみたいな理念がシグマクシスにはあるんですけど、そういったところで私自身も研究活動で他の分野の知見とかも自分の分野に取り入れながら研究を進めてきたような経験もあったので、なんか働く時もいろいろなその業界の方とコラボしながらコンサルティングをしていくというところがすごい魅力的だなと思いました。シグマクシス選考を受けていく中でこれから受けたいって思ってる就活生にここ気をつけておくといいよみたいなポイント、先輩としてあればぜひお伝えいただきたいなと思うんですけれども、あります、コンサルティングファームというのは、地頭力を、見られていることが多いと思うのですが、特にこのシグマクシスでは受ける、学生の人柄というところもより重視されていると思います。面接官の方が、言っていた言葉でちょっと印象的だったのは、他のファームだと、フェルミについては、ケース面接というのは、出されて、地頭力というのは確認されるけれども、そういったものを、持っている人が選考を受けるのは、前提だから、あえてそういったフェルミやケースは出しませんというお話をしていました。でその分他の初対面の方とも、しっかりコミュニケーション能力が取れるか、そして、話の、内容が理解することができるかといったところで評価されていたのかなと思うので、シグマクシスを受験される皆様はフェルミについてや、ケース面接といったところだけではなくコミュニケーション能力もしっかり向き合いながら頑張って選考に挑んでいただきたいと思います。コンサルティングファームは人気の業界だと思うんですけど、その中でも自分がどのような働き方をしたいのか、そして、どのような事業とかに携わりたいのかというところをより深く見直していけば、各ファームの違いというのもしっかり見えてくると思うので、そこで、自分の志望する会社というのを選んでいただけたらなと思います。もし、自分の働き方とか理念というところがシグマクシスにも通じるのではないかと思う場合は、ぜひ選考にも受けていただけたらなと思います。ということで今回はですね、シグマクシスに内定をいただいた山川さんにインタビューしてきました。いろいろとお話たっぷりありがとうございました。ありがとうございました。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。